こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は韓国で人気の魔女スープを作りたいと思います。用意する材料はトマト缶1つ、コンソメスティック2本、キャベツ4分の1個、玉ねぎ2個、セロリ1本、ピーマン1個、塩、胡椒、お水です。まずは野菜を食べやすい大きさにカットします。玉ねぎもカットしていきます。ピーマンをカットしていきます。で、最後にセロリも切っていきます。で、トマト缶を開けて入れていきます。ここにコンソメスティックを入れていきます。お好みでカレー粉を入れてもいいと思います。お塩と胡椒もお好みで入れてください。最後にお水を入れるんですが、お水を入れるときにトマト缶に残っちゃってる部分ちょっともったいないので、ここにお水を入れて、ゆすいでから無駄なく入れたいと思います。ここだけで足りないので、お野菜がひたひたになるまでお水を入れます。ではこれを火にかけていきます。野菜がしんなりしてくるまで火を通します。出来上がりました。この魔女スープはいくつかルールがあります。7日間に分けて食べていきます。1日目はフルーツとスープ、バナナ以外のフルーツとスープを食べます。果汁 100% のジュースは飲んでも OK です。スープを食べた後にデザートとしてフルーツを食べます。2日目は野菜とスープです。野菜は油を使わない調理方法で食べましょう。野菜の中でも豆とトウモロコシは食べてはいけないです。このスープを好きなだけ飲んで、その後にお野菜を食べていきます。3日目はフルーツと野菜とスープです。1日目と2日目と同じように、フルーツはバナナ以外、野菜は豆とトウモロコシ以外を食べていきます。4日目はバナナ、スキムミルク、スープです。バナナを3本までと、スキムミルクを水で溶いたものを 500ml、 その後スープを食べます。5日目はお肉、トマト、スープです。赤身の牛肉を 350g から 700g と、
トマト6個まで、それとスープを食べます。お肉はシンプルに塩コショウで食べます。6日目はお肉、野菜、スープです。赤身の牛肉と野菜、スープを食べていきます。牛肉の量は 700g 以内、野菜は豆とトウモロコシ、ジャガイモを避けてください。7日目は玄米、野菜、フルーツジュース、スープです。玄米と野菜、 100% のフルーツジュース、スープを食べる最終日です。玄米の量に決まりはありませんが、腹8分目ほどに抑えた方がいいでしょう。これで7日間のスープを食べるルールです。魔女スープはたくさんできますので、このまま冷蔵庫に入れると場所を取ってしまいます。粗熱が取れたらお手持ちの保存容器に入れて冷蔵庫で保管するといいと思います。それでは試食してみたいと思います。もう本当に野菜の出汁の効いたトマトスープっていう感じで、お野菜だけなんですけども味はしっかりしてます。で、このコンソメの量とか塩の量はその人の好みなので変えていただいた方がいいと思います。で、7日間これを食べているうちにどうしても飽きてきてしまう場合は、カレーパウダーだったりターメリックだったりスパイスを入れるのは大丈夫なので、そういったので味変をするといいと思います。